生きなあなたに思うんだけど、楽しみまたもうちょっとだけだ、おおおどんな気持ちになる、思うけど将来なのように暮らしとかおのさ、よくわかんない、よく見知ってる夢が夜道、思うはずの出来事をほんのちょっとだけだ、おおお気がするなんて、今日誰かを愛してる、それはいつだってその気にさせて、今からはどこにいる、時折名前を呼んでみた、つらない子の気持ち、どうだろう、あーじゃあ言えないすぎる、 All I need is you。 今日はちょっと前に D-Life っていうCS のチャンネルでアベンジャーズで、まあアメコミの映画を、そしたら録画してあったんで、アベンジャーズな、これアメコミとかキャプテンアメリカとか好きだから、あれね、アベンジャーズ見よう見ようっつってさ、見たはいいんだけどさ、午前中買い物行ってさ、午前中買い物行って、でまあ昼頃帰ってきて、で昼飯食って、じゃあいい昼飯食ったら見ようっつってさ、ひっくり返って見たがいいけど3分ですよ、ものの3分本当に初めて3分でグーグー寝ちゃってさ、もう後にしようかな、これ止められ3分で止められちゃった、すごいな、漫画かと思ったら、昼間っていうか午前中はイオン浦和美園の方に久しぶりに、買い物に行きましたけど、まあ特にまあ久しぶりではあったんです、特に変わったところはなかったですけどね、みちみち花水着がだいぶもう咲いてますね。花水着も好きな花で、オレンジっぽい、朱色っぽいような花はとっても綺麗ですね。まあ、なんとも言えない、ちょっと可愛らしいような、可愛らしい花ですよね。そのぐらいかな、お花は今年は本当に春の花全部、出来が良くって、ここまであんまり出来、これ良くなかったっていうのがないですね。天気が高かった。寒い日も続いてはね、寒い日が来てから多分ドーンと暖かくなる、花も調子いいのかもしれませんけども、今日はカメラ2つ2台、まあカメラつっても iPhone と iPad ですけど、この間ちょっと実験してみたらできたんで、あ、これできんな、技術的にはこういうのもできんのかなと思って、今度なんか喋ることない時にやってみようかなと思ったら、今日ちょっとやってみたんですけどね、まあ僕一番シンプルな形で多分編集すると思うんですけど、やり方次第、要は手間さえかければもっと、例えば継ぎ目をこうなだらかにこうグラデっぽくするとかも今の環境でも可能は可能なんですけど、手間がちょっとかかりすぎちゃうんで、今はしばらくはやんないですけど、話はネタに困った時にまたなんか変わったことは、ワイプ入れるみたいなのもまあ別にできるんで、その辺もちょっとずつやっていきたいな、やってって、この充実させていきたいなと思ってますけどね。